Can you please start with the summary? You're not going to win too many games, let alone a playoff game, when you give up, you know, 18 offensive rebounds, when you give up 52 points in the second half. So we fell well short of what our standards are, especially in that second half. Thankfully, we've done enough throughout the season. We had a good win yesterday to be able to give us the chance to come and close it out on Monday, and that's what we focus on. まず18のオフェンスリバウンド、そして後半で52失点してしまうと非常に難しい内容になってくるというふうに思っております。幸運なことに我々はレギュラーシーズンを頑張りましたし、そういった昨日勝利をすることができたので、また月曜日このシリーズを勝つチャンスをまあ作ることができたというふうに思ってます。 試合の総括をお願いします。はい、気持ちとしては勝つつもりで臨んだんですけど、残念ながら勝てなかったという部分で、僕自身は第3クォーターの僕のところを確実に狙ってきてるなっていうフォーメーションのところで、しっかりと結果として止めれなかったところが、今回この試合で僕自身がすごい学んだところなので、 やはりそれを気持ちよく切り替えて月曜日にしっかりと守り切って、僕のところが穴だと言わせないようにすることが一番っていうふうに思えるような試合です。お疲れ様です。バスケットボールニュース2フォアのダナと申します。ニカ選手がいなくなってから結構終盤苦しい思いをされたと思うんですけども、チーム内でのその状況だったりチームメイトの雰囲気だったりっていうのはいかがでしょうか。まあ、やはり 今までつくってきたチームというのは2課が2課がいて、その代わりに僕がプレータイムでつなぐっていう形をしてきた中で、2課がいなくなったっていうのは当然僕たちからすると新しいことをまた一から組み立てなきゃいけないっていう部分もありつつも、やはり僕が2課の代わりをするのではなく、僕は僕のやり方で、僕の得意なプレースタイルで、コートで時間をつなぐというところを役割任されているので、少しずつですけど自分自身も自覚が芽生えてきて、しっかりとやらなきゃいけない、僕がつなぎで出るっていう気持ちじゃなくて、メインとしてペリンと一緒にコートに立たなきゃいけないんだっていう気持ちはしっかりと出来上がってきているので、やっぱそこら辺をしっかり引き続き続けていきたいなというふうに思ってます。島根県に対してどんな影響を与えたいかなど教えていただけたら嬉しいです。まず先ほども言った通り、絶対に勝たなきゃいけない、絶対に勝つんだっていう気持ちで臨みますし、僕たちが勝つことによって、そのブースターの皆さんが今日もあんだけのたくさんの人が集まってくださって、僕たちの勝ちを望んで応援しに来てくれてるわけなので、 やはりその人たちを喜ばして活気づかせるという意味も含めて、責任を持ってしっかりと勝たなきゃいけないなというふうに感じています。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは2 for 1でした。